キャリー・アン・イナバは、アメリカ合衆国のダンサー、振付師、女優、歌手である。ハーイ州ホノルル出身、ホノルルで育つ。人種的には、日本人、中国人、アイルランド人の字を引いている。プナホースクールから、上智大学とカリフォルニア大学アーバイン校に、進学し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業、世界芸術、文化の分野での文学史を得る。 日本語が堪能であり、1986年から1988年までは東京に居住。バックダンサーグループ DD のメンバーとして活動後、ソロシンガーとして3枚のシングルレコードを発売。テレビやラジオでの司会者も務めた。アメリカに帰国後もバックダンサーなどとしてテレビに出演した。1993年にはマドンナの世界ツアーに、 ダンサーとして参加。その後、リッキー・マーティンのツアーにも参加している。映画、オースティン・パー,アーズ・ゴールドメンバーでは、日本人、副友役として、同じく日系アメリカ人女優であるダイアン・ミゾタと、共に双子の姉妹を演じた。この二人は後に、マイク・マイヤーズとの共演により、モトローラの広告に登場した。イナバは、アメリカンアイドルなど、複数の人気テレビシリーズや、 ミスアメリカコンテストにおける振り付けも行っている。また、自身で映画制作会社を設立している。現在は、ABC で放送される、ダンス勝ち抜き形式の人気リアリティ番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズにおける、審査員をシリーズ5期のすべてで務めている。パーティーガール C、W チャイナブルー・ B ・ E ・ア・ガール C、W61-2 のカッペジオ・夢の背中、C、 W. セルちゃん A 面曲は、春の高校バレー、イメージソング。ありがとうございます。